岡山全日本ツーリングカー選手権第1戦、トップを走っていたカルソニックチーム星野和義選手の車に思わぬアクシデントが起こった。車輪が取れてしまうのである。カルソニックだ。フロントがない、フロントがない、左フロントタイヤがありません。おっと、そこ放送席の目の前にローターが転がってる。ブレーキローターまで外れています。これは大変なアクシデント。なんと外れるトラブルね。これ星野選手、自走で帰ってこられるんでしょうか。なんとかいけるでしょうけど、この後ね、レースが来ることはね、この瞬間ですね。この瞬間です。ナットが外れてますね、トップでもスピン、厳しい状態。ハイパーですね、ここね。ピットまで戻れば再びタイヤをつけてレースに参加できる。国内で実力ナンバーワンと言われる星野選手は必死の走行を続けた。この後ね、必死のコースリカバリー。結局ピットまでは戻れたものの、車の損傷が激しくレース続行は不可能。カルソニックチームは第一戦を飾ることができなかった。